やっほー。うん。16時までやります。やっほー。ありがとう、金のだるま。かわいい。金だ、金。金のタコだ。ありがとうございます。かわいい。16時までやりますので、16時になったら教えてください。テロップ書きます。100キラありがとう、ありがとう、金のタコ、金のだるまもありがとうございます。優勝ありがとう。いつか当選見たよ、おめでとう。会えますね。え、金のハートかわいい、ありがとうございます。ノーマルハートもありがとうございます。髪の毛ボサボサ。この金のギフト可愛いね。音符ありがとうございます。金のだるまも金のハートもピンクのハートもありがとうございます。いつかのまかりとか会いに行くからね、待ってます。ありがとう。金のだるまありがとうございます。ハートもありがとうございます。なんか配信久々に感じるけど、そんなこともないんだよね。ありがとう、金のだるま。旅行中いいな。どこに行ってる？ゴールデンウィーク皆さん何する予定ですか？ありがとうございます。ハートも金のだるまも音符ありがとう。いいね、ゴールデンウィークみんな。ハートありがとうございます。初めてカヌレを食べた時は衝撃的だった。仕事頑張ってください。ありがとう、金のだるま。ハートありがとうございます。5日のいいね待ってます。5日ハートありがとう。ゴールデンウィークもかわいい、ありがとうございます。これは半袖なんですけど、この下はあれなんですよね、半袖の下にヒートテックを着てるっていう。かわいくない服装。大阪いいね。こんにちは、フェイント。ハートありがとうございます。なんか最近さ、髪の毛を何も変えてないからアレンジしたらよかった。ハートありがとうございます。なんかヒートテックがやめれないんですよね。そのは気にしないくんだよ、ありがとうございます。ゆるでかわいい、ありがとうございます。最近の定番服装ですね。これはあの半袖の下にヒートテックを着るっていう。長野県もソースカツ丼が有名なの知った。え、嘘なんだ、福井県も。今日は駒ヶ根のソースカツ丼の日らしいです。昨日見調べました。ここ見しょうね。ヒートテックいいよね、落ち着きます。これ今日も可愛いにゃん。ガチ楽しい、ありがとうございます。金のタコありがとう。16時ぐらいまであるので、16時になったら教えてください。
つにじ、ポップコーンありがとうございます。なんか最近さ、うち配信でめっちゃ今のさ鼻すするやつやってない？ソースカツ丼って福井と新潟のイメージ、長野は、え、わかる、そばね。ありがとうございます、金のハート。そば食べましたね、長野来て。あ、食べてないわ、ママが食べてました。髪の毛ボサボサ。星ありがとうございます。だるまも金の、5日に初国民見に行きますね。待ってます、待ってます。それは野沢菜大好きだよね。旅館じゃないよ、街中で配信、ガンミナウです。ありがとうございます。今どんな体勢か、ね、椅子に座ってる感じかもしれない。ありがとう金のタコ、ハートありがとうございます。牛乳パン美味しいよね、牛乳パン本当に美味しい。推しいない公演なんで楽しみにしてます。ぜひここ見推しになるように。赤ちゃんって言われてるの面白い、ルカさん本当に面白いです。ありがとうございます。金のだるま、黒目大きくないですよ、もう本当にコンプレックスなんですけど、黒目が。車多いよね、連休だから混んでますね。いや今日も透き通ったビジュ、ビューティフル、ありがとうございます。鼻かゆい。5日に間に合うように器作らねば、ぜひ待ってます。うちは鼻かゆい。お疲れ様です、久しぶり、ありがとう。え、かわいい、金の雲ありがとう、めちゃかわ、めちゃかわです、これありがとうございます。こんにちは、かぶしのココミン黒目ガチですごく好きなんで、ね、嬉しい、嬉しすぎる、ありがとうございます、嬉しい。ハートありがとう、おつにじ。全然和室、あの旅館じゃないです。11日の通所追加してありがとうございます、嬉しい、楽しみですね。巫女さんかな、この前の公演で完全にココミン3人沼りました、ありがとうございます、嬉しい。ココミンがいない名古屋ホログラムみたいで、ホログラムってどういう意味なの、ホログラムみたいで。ココミンの公演の見どころ、目何かな、詩人ジャンプはやっぱり一番ですね。え、シャボン玉楽しかった、なんかさ、このぐらいの大きいシャボン玉わかるかな、売ってるんだけど、このぐらいのそれを買いました。ありがとう金のハート、ハートありがとうございます。昨日の朝配信最高やった、ありがとうございます。なので今日はメイクをしました、ありがとうございます。顔が日によって変わります。インヌと遊びました、シャボン玉とインヌで。でもインヌはあのもうマジでシャボン玉に興味がなさすぎて何も見ないんですよね。
無視、ガン無視。カレードーナツとカレー、あ、見たよ、美味しそうだった。カレーいいね。ごまがねソースカツ丼いつか食べてみますね。ぜひぜひとも。こんにちは。眠そうな顔してない？気のせい？こんにちは。ココミンの声、見どころを考えたら答えは全部です。全部見てほしい。ココミン味噌カツは大好きですね。インヌさん、ココミさんのことは思い出した感じでしたか？インヌはなんかうちのこと見つけた瞬間放心状態でした。放心状態でした。前髪切ったよ。ダブ変えすぎて心臓飛び出る。ありがとう。前髪切れました。でもなんか最近切ってないのになんか短くなってて、でなんかこっちだけ短くなるんですよ、切ってないのに。でなんかこっちだけ短くなってて、こっちだけ伸びるっていうのがあって、一重に見える。一重、一人に見えない今。一人に見える。でなんかここだけどんどん短くなって、こっちだけ伸びてくんですよ。だってこっちだけ切りました昨日。ココミン帰ってきたから下生で遊んでやるかぐらいだったと思います。インヌは。コマありがとう。ハートありがとうございます。ありがとう金のだるま。一重も魅力的、嬉しい。そんなことはないのに。コミンも頑張ります。でもなんか最近思ったのが、前髪長い方が可愛いのかなっていうことを思って。今日みんな休み？優勝ありがとう。目がキラキラできる。ありがとうございます。目可愛い？顔のパーツでどこが一番いいと思う？ありがとう。にじにじサイリウム変顔になってる。にじにじありがとうございます。にじギフトありがとう。ありがとうございます。そう、なんか前髪短いと幼くなっちゃうんですよ。だからちょっと前髪をここら辺までにしようかなっていうのを思ってます。顔が可愛い。レインボースターありがとう。目、ウエスト嬉しい。ウエスト嬉しいです。三つ編みっぽい。髪の毛ボサボサだ。左目、特に目が好き。嬉しいです。ありがとうございます。目尻嬉しい。ほっぺ嬉しい。ありがとうだるま金の。くびれ全然自信ないんですけど、なんか異常に皆さんがくびれが綺麗すぎるっていうのを言ってくれて、そこでなんか自分ってくびれ綺麗なんだって初めて知った感じでした。だから本当にそんなになんか自分にくびれが綺麗みたいなのを全く思ったことなくて、なんか家族みんなくびれが遺伝だと思う。これ多分家族みんなくびれがすごくて、
だから遺伝かなっていうのは思いました。ありがとう金のだるま。え、嬉しいね。そう、うちの衣装ね、おへそ見えるんですよ。口元嬉しい。私もくびれ持って嬉しい。ありがとうございます。ですバリタン推し、スタイル抜群、ありがとうございます。髪の毛が安定しなくてムカつきますけど、今日は全部としか。ココミンのくびれに釘付け。ココミン氏の12期のみかんだけど、第一印象はおしゃれな、おしゃれな顔。嬉しい。家族びれですね。家族びれ、家族びれ、家族でした。家族びれ、家族。健康的ね。若いのに落ち着いてるところが良き。嬉しい。落ち着いてるって言われますね、よく。響きやばいね。え、でもあのオーディションの時ここでも配信してたんですよね。ぜひともおへそに注目してみてください。ママ綺麗なのかな。優勝ありがとうございます。最近目公演でココミンコールが大きいんです。ありがとうございます。本当にサイリウムもコールもたくさん。ココミンが優勝です。ありがとう金のだるま。タコもありがとうございます。金タコだ、金タコ。銀タコって知ってる？ん、銀タコはみんな知ってんのか。え、待って、たい焼き食べたい。ウエストも素晴らしい、ありがとうございます。さて寝ましょう。さて寝てください。時差があるから日本と。銀だこに今自分と同じ名前の、確かに確かに確かにあるね。おつにじ、じゃん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 、おつにじ、こんにちは。大阪でたこ焼き食べてます。いいな大阪、いいな大阪、行きたいんですよ今めっちゃ。ありがとう金たこ。確かにココミコールヤーバスでした。可愛すぎてヤーバス。劇場にココミファンしかいないくらいのコールだよ最近。嬉しい。おつにじ、なんか今日マラソンやってましたね。ありがとうタコ。頑張りましたから、頑張りましたからね。銀だこのクロワッサンたい焼き、そんなのあんの。え、マジでたい焼き食べたくて。ココミンのだからキャラ濃い人多すぎてやばい。ありがとう音符。ドラゴンズね、みんな野球好きですね結構。星ありがとうございます。え、たい焼き食べたいんですよね。星ありがとう。タコありがとうございます。ハートもありがとうございます。金のハートもありがとうございます。この前は本当にすごかったでした。青緑にココミンコールも含めて。ありがとうだるま。たい焼き食べたいよね。星はココミンルームでしか投げません。今大丈夫だった？なんかそう固まったんだけど急に怖い。洗濯してたおつにじです。固まった今。え、だよね、うちも固まったんで今急に。
ふん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 ループしてたよ。よかった、今は大丈夫。え、なんかうちこの前定点見てたんですけど、制服の目のあのアンズさんが、え、待って、いつだっけこれ、いつの制服の目だろう、わかんない、いつかわかんないんですけど、めっちゃ可愛いアンズさんがあったんですよね、定点見ててちょっとまた分かったら言いますけど、めっちゃ可愛いところ見つけて、今日のここ目キラキラしすぎてフリーズした時、少女漫画の主人公かと思ってよ。よかった、それはちょっとフリーズに感謝ですね。おつにじ、じゃん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 、ありがとう金のタコふんふんふん。和室界隈です、ちょっと今日は和室界隈系です。星はコミンルームでしか投げませんが、ループしてる、ありがとうタコとだるま。気分はじゃんじゃん、いつの間にやら、なんかあの長野の家のテレビがめっちゃ大きいんですよ、長野の家のテレビが。で DMM に入ってるんですよね、お金払ってのやつ、 DMM に加入っていうの、なんていうの、会員登録みたいなしてて見れるんですよ。テレビがめっちゃ大きくて、もこの後ろのこれぐらい、これぐらいあるくらいに見えるんですけど、これくらいなんですよ。でそれで自分の定点映像とか、あの DMM の動画見るとめっちゃやばい、そう、迫力がやばくて、緊張して、ま、しながら見ちゃうぐらい、あの大きくて、だからなんかそのテレビで映画とか見るとマジで 3D みたいな感じに見えるくらい、なんか勢いがすごくていいんですよ。だからなんか定点だとしても自分の顔の表情見えるみたいな、逆に緊張しちゃいますね見てて実家のテレビ大きそう、アイドル第1位なイメージ。そうなんです、大きいんですよ。こんにちです。そんなめっちゃもう大量、大量っていうかもう本当にめっちゃ大きいみたいなわけではないんですけど、大きいんですよ。だからなんか自分の間違えてたりしてた振りとかがパッて分かっちゃって、緊張したりとかずれたりしてると、だからまあ逆に分かりやすくてすごいいいんですけど、ありがとうだるま。長野といえばわさび、え、ねえ、わさびね、長野帰ってるんですけどね、おにぎりね、わさびつねマヨネーズとか絶対美味しいじゃん。だってわさびのあのマグロたたきのおにぎりとか大好きなので、研究熱心ですね、たくさん出させていただいてるので。姉とかと一緒に見ました。なんかもう姉ちゃんはあのうちの初安壇の K2 公演に出させていただいた時があったんですけど、その時の映像見て泣いたらしくて、定点見て、ありがとうございますだるま。なんかココハがすごいうちのこと褒めてくれてる動画が今日朝流れてきた。ハートありがとうございますだるまも。ねえねえ、朝あれは泣きますね。自分ね、見んのマジで緊張してて、あの時定点ありがとうございます金のだるま、3つのハート、自分の誕生日の2日前がキレの誕生日、やば
俺も神になったんだみたいな泣いた。あれは泣く、あれは泣く。緊張しましたけど楽しかった、めっちゃ。なんか田舎の方が家大きいイメージあるんだよね。なんかそう、長あの田舎の方がなんか家が大きいイメージがあります。わからないですけど、これは多分あのなんか敷地の問題。ありがとうございます金のハート。最初の曲って自分でどれか見つけれる、見つけれる。やっぱり全然お嬢様じゃないんです、全くです。なんちゃんこっちゃんとかもね、お嬢様だからね。そうなんですよ、なんか古い家ってめっちゃ大きいイメージがあって、広い、大きいというかなんか広い、なんか見た目がちっちゃく見えても奥行きがすごい長いとか。ありがとうございます金のだるま。やっぱりいいよね、なんか住んでる感。わかるわかるわかる。運転しながら見てます。おつにじです。庭も大きい、いいね。おばあちゃん家はめっちゃ大きいんですよ、庭とか。今や庭がない家、そうなんですよ本当に。マンションとか住む人が増えたからね多分。そうなんです。かわいい、ありがとう。最近痩せたんですよ、逆に長野帰ってきて太るかなって思ったら痩せました。喋ったからかな、なんかすごい。2歳のいとこの娘が喜んで遊んでる、いいね、かわいい。本当にあの子供が可愛すぎてやばい。こんにちは初見さん。あの子供が可愛い、赤ちゃんとかが可愛すぎてやばい。ケイツ声のコミはめっちゃかっこよかった、ありがとうございます。今日は活動見たよ、見ました、見ました。なんかみんなあれ、あのあれなんです、え、なんだこれ、なんか埃みたいな、今飛んでたよね、今ここら辺になんか埃みたいな飛んできたよね。ありがとう虹、違います、金のタコと金のだるま、ありがとうございます。星ありがとうございます。こんにちは。え、めっちゃ可愛いねそれ、幼稚園児可愛いね、ありがとう金のだるま。いや、なんかうち昔妖精を信じてる時があって、あのお姉ちゃんといとこと、お姉ちゃんいとこうちでなんか妖精が来るものみたいなの作ってて、妖精が見たかったんですよ、ま、普通に妖精が見たくて、なんか調べたの、妖精が来るものみたいな。なんかそしたらあれ、扉を作ってあげるみたいな、ちっちゃいこのぐらいの扉を作ってあげるみたいなのが出てきて、でまあ普通に材料とかもカイン、あのなんていうの、カインズ、カインズってある、みんなのところにカインズホームとか、あのもういろんなスーパーとか百均とかいろんなとこに行っていろいろなものを買ったんですよ。でそれであのなんていうの、絵の具塗ったりとか、あの絵の具塗ったりとか、あのシール貼ったりとか、ラメつけたりとかして扉を作るんです。でそれで置いとくんだって、壁に、壁に扉だけ作って置いとくと、なんか開いてなんか異世界が広がるみたいな、開いた瞬間壁あったのにその扉開けたら異世界が広がってて、
そこに妖精が来るみたいなのがあって、それを知るためにしてたんですよ、作って扉をね、扉を作ったりとかして、もう3つだから、3人で作ったから、お姉ちゃんといとことうちで、だからそれぞれ違う壁に立てかけたりして置いたりとか、あとなんかもう一つこのぐらいのちっちゃい瓶にキラキラのラメとかシールとか可愛いシールとか入れるともっと着やすいみたいなのあって、なんかこのぐらいの瓶にラメ入れたりキラキラのちょっとシール入れたりとかして、一緒に扉と一緒に置いといたんですけど、来ませんでした。ありがとうだるま来るわけがないんですけど、来ませんでした。こういうのめっちゃやってます、あのいろいろ信じていろんなことやってた。こういうことはこれから地元のお祭りやってきます。いいな、お祭りいいな。カインズ行くはガチ勢でした。本当にそういうのはスクイーズを作ったりとかもしたし、ありがとうございますだるま。楽しそうでしょ。楽しいんですよ。まあ楽しくていいんだけどね、結局来なくても作ってる時間が一番楽しいので。映画変な絵出てきたの、本当に長野県がロケ地、多分そうっぽいよ。なんかママに見た後に、あれって本当に長野県なのかなって聞いたら、なんか雰囲気長野県だなみたいな、山の感じ見て長野県かなって思ったら本当に長野県だったとか言ってたから、長野県なのかな。スライムとかも作った、めっちゃ。もうスライムは100個ぐらい作った、合計そのぐらい。スライムとスクイーズはハマってましたね。うちの近所はビバホーム来なかったんです、シャボン玉。え、確かになんかシャボン玉とか本当に来そうだよね、そういう映像あるよね、なんか妖精映っちゃったみたいな、映っちゃった映像とかめっちゃ懐くない、知ってるかな、映っちゃった映像みんな。ユアニャもスライム作るプロだった、ユアニャとさっきまで話してましたね。初めて天保行ったよ、美味しいでしょ、やばいでしょ。天保、もう天保はもう天保のラーメンお店でねぐらいしか食べたことないぐらい天保大好きです。ユアニャ起きてたっぽいよ、でもね多分さっき起きたぐらいじゃない、ユアニャに関しては。あの話をした、あのこの T シャツでこうやってやってるやつあったじゃん、その同じことやってんだけどって話をしました、ユアニャと。天保長野にしかなくて残念ね、それな、めっちゃそれなです。ユアニャンとなんかね似てるんですよね、やっぱり言われますけどね、似てるって。見て、かわいい、じゃん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 、かわいい。これ勝手に動いたりして怖い、なんかそういうのもやってた。天保が有名になって嬉しいです、本当に。皆さん、ユアニャンじゃなくて、あの天保に行ってみてください、長野に来た際は。これなんだと思う、
自信があったのよ。ちゃちゃちゃん。突然聞かされたから。せいせいする。ムッティトイストーリーやばい。なんかディズニーっていうかそのあのなくなっちゃうらしいんですよ。そのパークになくなっちゃうらしくて、あるそのあれがパークのエリアになくなっちゃうらしいんですよ。え、観葉植物動いてた、どういうこと。実家でゆっくりできてますね。できてんのかな。大切な推しです、お願いします。ねえ、なんかなくなっちゃうらしいんですよ、あのアトラクションの場所が。長野県に33店舗。え、やばっ、マジか。でも結構見るもん。29日公演行くので、初めて劇場で虹のパフォーマンス見れて嬉しいです。待ってます。今日昼ラーメン天保食べたいとか言ってラーメン食べてました。ゆっくり英気を養って、養ってって読む、これ違うよね、なんだっけ、養って、めっちゃ可愛いにゃ。ソースカツ丼ね、美味しいよ。ラーメン嬉しい。あってたよ、しなって、やっぱり高校生なので一応。え、そう、天保のソフトクリームが本当に美味しい。天保のソフトクリーム大好き。冷やし中華食べたい。こんばんは。SK に入ってから長野に過ごすの一番早い、一番長いと思う。これは本当にそうです。ありがとうだるま。背景が乱れないですよ、これ。相棒です。よくわかりませんけど、だってうちでもあんまりよくわからないもんこれに関して。ありがとうハート。昨日は友達と遊んでました。遊んでましたというか、ちょっと遊びましたね。本当に夏が恋しくて無理。かきれなな、これかきれなです。じゃあこれかきれなにしますうちでもよくわからないから、これかきれなで、これかきれなです生き量ってやつ。友達と会いました、ありがとうございます。金のだるまかきれなやばいね、かきれな貼り付けられてんのやばい。かきれなこんにちは、みんなこれにこれにこんにちはって言って、このここにコメントしてかきれなじゃなくてこれに行ってね。結局みんなことは全部好きなんだな、ありがとうございます。ちゃんちゃちゃんちゃんちゃん。天保は担々、え、ママが好きだった気がする、担々麺やばいね、かきれなやばい。なんか美味しそうなグミ教えてくれましたね、かけれな。そういえばありがとう。リンボスター、これウッディじゃないから、これウッディじゃないからね。
あの壁からコメントしてんのやばい。どうやってやってんだろう、どうやってやってんだろう。でも可愛くないこれ。つかみました、かけれののこと、かけれののことつかみました。かわいい、ありがとう。壁からこんにちは、かけれの短足、ありがとう。だるま。かけれのやっほー。本当に何なんだろう。クマですね、クマだけどかぎれなです。これ繋がってよかった。早くない？国民パワー、よかった。健康第一で気をつけて。病み上がり、痛い痛いって言ってる。ありがとうギフト、だるまありがとうございます。金のおんぱありがとうございます。かきれな月曜日からのだったの、月曜か、ちょうど1週間ぐらい。ねよかった治って、健康第一だから。病み上がりも気をつけて、無理しないように。やばい乗られた、人差し指に乗られた、かきれなに乗られた。ありがとう金のだるま。国民の配信は癒されますか、本当に。ありがとうレインボースター、星ありがとうございます。足がこちょばいとか言ってるけどどういうこと、くすぐったいって。こんにちは星ありがとうございます。開封早くてよかった。おつにいじね、健康第一なので皆さん。えこれに、あでも映ってなかったのか、うちがずっとこういう感じで話してたから見えなかったのか。本当ありがとうございます。じゃんじゃじゃんじゃん。液晶ファンデね、めっちゃ全然塗ってないんだよね。あのメイクするのがめんどくさくてあれだったんだよ。ありがとう音符。今日のメイクとかマジやばいよ、5分とかだよこれ。本当にありがとう音符ありがとうございますだるま。今日のメイクは本当にねやばいから参考にしたらね、良くないよ絶対。本当にありがとうございますだるま。過去一嬉しいんだけど、みんなどう思うこれ今日のメイク。おばあちゃん家です、ここ宮バスですか。可愛い、好きです。可愛いよ食べていい。かけるの本当にさ、自己肯定感を上げてくれます。うん、ココミンのメイク配信は秒で終わります。かけるのメイク配信は長いけど、かけるのねメイク配信ハマってるよね。ハマってるっていうかメイク配信だよね。すっぴんが綺麗ですか。肌綺麗ですか。え、なんか最近肌の調子がいいんですよね本当に。今日のコミン好き、ありがとうございます。
内緒今のせいで赤毛なんか食べれる側じゃん。本当にね、これね、でもね、ここら辺に来ると結構このぐらいになると思う。ありがとうレインボースター。タンタタンタン、食べていいわ。イヤバス可愛いなんて言葉で表せないくらい可愛いです。ありがとうございます。いや本当にもうダンス踊ってくるってか、綺麗な、すごエラじゃん、エラ子。でも今日は本当に髪の毛とか全然セットしてないぐらいで、こっちになってても髪の毛のボサボサが目立っちゃうぐらい。今日のコミンが可愛すぎるので一日頑張れそうです。本当に本当ですか。ありがとうだるま、タコもありがとうございます。いや結構大きいんだって。このぐらいはありますよ。ありがとうハート、ありがとうにじにじギフト、ありがとうございます。にじギフト助けて、かきれなみたいじゃん。ありがとうございます。かわいい。愛知と気温差があるかもだから本当に気をつけます。それえ結構大きいよこれ。普通にこのぐらいな感じです。本当に本当にに確かに柿菜と同級生じゃん。そうじゃん、早いね時の流れ。高校生が一番早いらしいので時の流れが。ね、本当に大きいんだってこのぐらい。このぐらい。可愛い人の言葉探します。可愛さ先輩。え、あのねこれはね、ここの部屋はいつもおばあちゃん家なんですけど、ここはおばあちゃん家に泊まった時の寝る部屋はここなんですよ。でおばあちゃんちは結構昔から来てるんですけど、生まれたてぐらいから。えでもずっとここにあります。多分これここにずっとあるからずっとあります。嬉しい。タイプすぎる。本当に嬉しい。ありがとうございます。またできるの楽しみにしてるね。待ってるます。とてもだ嬉しすぎる世界一は。大丈夫だった今みんな。え？ちょっと待って。大丈夫？固まってた。なんかさ、これさ。どうなってんのこれ。ねえ何これ。
どうやってやんのこれ。なんかさ、ここでさ変なんだけど、初バグ、あ、治った治った、治った、え、治った、え、なんかさ、うちにはずっとさ映ってたんだけどさ、これ治った。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 治ったよね。5回ぐらい切った5回目やばい5回目やばい、治った、ね、嫌なんだけど事故がで止まってたら、ありがとうギフト、何事？確かに確かに確かに。これでまた止まりそうじゃない？ありがとうだるま、飲んでなくて草だよ、本当に本当に、じゃ あの止まる前に壇上読みます。また止まる前に止まったら読めないから。13位がハロウィンですね、ありがとうございます、パンプキン。12位が狼の被り物をかぶった方、ありがとうございます。12位が11位が警察官、ありがとうございます。10位がカエル同盟です、ありがとうございます。9位はポチャコの方、ありがとうございます。8位はキラキラクマ、ありがとうございます。7位が岡本さんの浮き輪を持った方、ありがとうございます。6位がシナモンの方、ありがとうございます。5位が猫の鈴をつけた方、ありがとうございます。4位が土偶の方、ありがとうございます。3位がアザラシのサーモンの方、ありがとうございます。2位が歌舞伎の方、ありがとうございます。1位が石塚さんのアバターの方、あ
ありがとうございます。1位ありがとう。1位と今日来てくれた方もコメントくれた方もギフトくれた方もありがとうございます。伊藤固まるにここもやばい。ごめんなさいよ、コメントが見えなくて。可愛いギフトもありがとう。ハートもありがとうございます。もともと動きが少ないからフリーズ分かりにくいがやばい。止まった？もしかして今、うん、バイバーイ。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうね、来てくれて。